ロミジュリ感みたいな最初さっ,ぱり <laughs> さっぱりだったんですけどパート1の最後とかもうパート2から「ロミジュリ感で」って言われたらあ「あわ分かりました」みたいな感じの。<laughs> <laughs> 瀬戸郷二です本日はこうやって足を運んでいただいて本当にありがとうございますもういよいよこの日が来たかととってもワクワクしていますまあまだまだ大変な世の中で皆様不安なこととかたくさん抱えていらっしゃるかもしれませんが笑いで吹っ飛ばしていきましょう今日は短い間ですけれどもよろしくお願いします改めて深田さん瀬戸さん 今の気持ちを聞かせてくださいはいあのパート1の時だけでもこんなドラマがあるんだってびっくりしたのにパート2があってそして劇場版までできるとは思わなかったのですごく居心地のいい現場でこんなに長いことを一緒にお仕事させていただけることってないのでチームワークがとってもいい現場でした。 瀬戸さんはいかかがでですすその通りですね、うん、まあ,あとそのパート1の時からもうずっと監督から言われていたロミジュリ感みたいなものがもうパート1の時最初さっ,ぱりは <laughs> さっぱりだったんですけどどういうことなんだろうと、はいはい、だけどあのもうパート1の最後とかもうパート2からロミジュリ感でって言われたらあ分かりましたみたいな感じのちょっと目をうるうるさせて手先まで <laughs> 思いを込めるという。 監督、そのロミジュリ感はどうですか、熟1話の時きは結構苦労したんですけど、も1話でとにかくずっと涙目で言ってくれと、指の先まで細かく表現してくれっていうのを、最初は苦労されてましたけど、もだんだんもう、えと得してからは、もう、ロミジュリって言っただけで、勝手になん2人が役に入る感じしました。 ねなかなかこうお二人の間に、ね、いろんな障害があってそれを乗り越えていくという、うん、各作品でそれを見事にお二人とも演じられて、ねね、いろんな敵もいましたよね。<laughs> はい